はい、では続きやっていきます。どっちにしますか、なだめすかすでいきます。よし、相手はこれでも女の子だ。優しくした方がいいだろう。いいかい、この宣誓書があれば警察を動かすことだってできるんだよ。騒ぎを大きくしたら上司にも迷惑がかかるだろう。とりあえず僕はこの人と話がしたいだけなんだ。教えてくれないかな。言いたいことはそれだけ？え？警察動かせるもんならやってみれば？僕ちゃんには無理だと思うけど。優しくしたらつけ上がってきやがった。完全に逆効果だったみたいだな。ああ残念だったわね。もうちょっとだったのに。ダメだ、もうこの宣誓書は効果がないぞ。くそ！証拠品、ボーイの宣誓書をゴミ箱に捨てた。この写真の男こそ僕が探すべき人物だ。梅尾が口を閉ざしたとなると、この男を知っているのは、あ、この写真がもともとあった場所は法律事務所だ。え、突きつける？何を？ねえ、知ってる？私、あなたのことあんまり好きくないみたいな。協力するわけないじゃない。それはごもっとも。このやりとりしばらく続くんか？ここで突きつけるが出るってことは何か特別なものを突きつけなきゃいけないの？わわわわわわ、もう宣誓書捨てちゃったよ、マジか。へえ、参ったな。待って、ちょっと手当たり次第行くね。無常面図から。あ、飛ばしますね、すいません。あれ、一通りやってみたんですが全部反応しませんでした。あ、これだけはもう一回やってみない。これはまだやってないのでもう一回やってみるか。この写真だけど、もう無駄。これ以上言うことなんかないもん。ウェーウェーイ。これ戻るんかい。じゃあ話す項目は増えてない。移動しまーす。どこへ？あ、もちろん、でもここ事務所じゃ。星影先生じゃ。星影先生だよ。まったく、どこをほっつき歩いてるんだか。おほん！お、このワンパターンな咳払いは。ああ、また君かね。どうも、先生。うん。君、なかなか見事じゃったな、今日は。え、え？法廷じゃよ、法廷。なんだ、見に来てたのか。若い頃のわしを見ておるようじゃったわい。まあ、千尋さん仕込みだからな。思い出すの、あの頃。青春の日々は青いレモンの香りか。申し訳ない。ん？わしもダメになってしまったもんじゃ。今日の君を見てわしは。反省するより情報をくれよ。辛辣。でもその通りだ、本当だ。今日の法廷見に来ていたんですね。法廷、まあ、あの昨夜は気になって眠れなかった。
え、どうしてですか？そりゃあちみ、千尋くんの妹さんのことじゃからの。ちみには本当に感謝しとる。もし負けそうになっていたら、わしはどうしていたじゃろう。そんなに心配なら、なぜ引き受けてくれなかったんだ？依頼を断った理由、昨日も聞きましたけど、やっぱり教えてもらえませんか？すまん、少し考えさせてくれんか。かなり悩んでいるみたいだけど、口を開かせるためにはもっと材料が必要なのかもしれない。はいはい、確か昨日はここに大きな絵が偉そうに。偉そうに？ああ、いえ。あ、でも、どこ行っちゃったんですか、あれ。その、飽きちゃったんでな。その、売っちゃったんじゃ。売った？そんなバカな。でも、あの絵、大事なものだったんじゃないんですか？何があったんですか？うるさいんじゃ！もう、絵のことは言わんでくれ！わしだって、わしだってな。これあれだなぁ、まあ、突きつきますよ、男のことね。はい、おめえだ。おめえが誰か知らんけど、おめえだ。すみません、この写真なんですけど。それはお借りしていました。返しなさい。星影先生、この男のことを教えてください。こいつは事件の夜、梅代の部屋にいたはずなんです。何かご存知なんでしょ？わかった。教える。ただし、わしからの情報だということは漏らさんでくれ。わかりました。そいつは小中マサル、情報処理会社コナカルチャーの社長じゃ。小中マサルか。情報処理会社、探偵のようなものですか？やつは他人の情報で商売するプロじゃ。この国で最もたちの悪い男じゃよ。もし会うつもりなら、妙なネタを握られんよ。くれぐれも注意するんじゃよ。情報で商売するプロか。とりあえずコナカルチャーの場所を教えてください。大先生、大先生、あなた情報握られて、その方か何かに絵取られましたね。小中勝るか。ついに男の手がかりをつかんだぞ。梅尾に犯行が無理だった以上、こいつこそ犯人のはず。早速行動だ。写真を星影先生に返した。すまんが、一人にしてくれんかの。考えたいことがあるんじゃ。はーい。で、素直に行くよね。特にないもんね。はい。はい。素直にと言いつつ一回話すを選ぶっていう、この往生際の悪さ。よし、移動する。
あ、粉カルチャーあるね。さあ行きましょう。乗り込みますよ。粉カルチャー。9月7日、某時刻、粉カルチャー社長室。なんだこのシュールなインテリアは。どれどれ。あ、ほら、やっぱり、これインディ・ジョーンズみたいになって、そう、そういうこと。帽子かぶって、なんていうの、サバンナを探検する人の格好っていうか、そういうイメージがなんかあったから。あれでしょ？これだよね。なんかやたらトロフィー並んでるな。ハテナのトロフィーは一体何のトロフィーだろう。左には、なんか妙な、物置の上に花瓶が乗っかってて、もう机の上は普通だな。写真違うな。待て待て、ちょっと不思議な形だな。この人はおそらくだけど左利きなのかなーって感じがしないでもない。ただ鉛筆立てが右側に置いてあるにもかかわらず、メモ帳が左側にあるので判断しづらいんだけど、でもそれ以外のものも左側にある。ちょっと弱いかな。書き物は基本的には書く手の方側に置くことが多いと思うんですよ。それ以外の携帯だとかリモコンとかっていうのは、これは意外と場所あまり限られてないと思うんです。利き手じゃない方でも置くと思うんですよ。だからね、あまりあれはね、役に立たない。ただ書き物に関して左右に分かれてるのちょっと分かんねえな。で、右側の何て書いてんの。あ、粉カルチャーって書いてんのね。はい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 。粉とカルチャーはカルチャー、 QULTURE。 はい、よし行きましょう。あっちゃーね。まっ、なんだなんだ。名前だよ名前。君の言わないのを聞いたのさ。わっちはねんま。あ、なるほどですけど、ネインマってな。ミスターなるほどね。なるほど。あはん、もしかして君イングリッシュはノーサンキューなのかな。なんなんだこのおっさんは。僕はコナカマサル、ここの社長、いやプレジデントだ。ちょっとアメリカ暮らしが長いもんでね、苦手なんだよね日本語。嘘つけ。バイザウェイ、ところでどうやら君は新人弁護士らしいね。でなきゃこの僕に会おうなんて考えるはずがない。どういうことだ。まあいい。で、弁護士風情がこの僕に何の用かな。なんだこの自信に満ちた態度。やばそうな匂いがプンプンするぜ。ゲロイカの匂いがプンプンするぜ。ああ、なるほど、情報のプロか。一番最後初に星影先生が、お前悪いが勝てんと、弁護士すべて誰も受けてくれないよって言ってたところだ。それだ。すでに手が回されていたって俺も思ったんだけど、情報で全部封じ込められていたんだ。こいつか。梅尾のこと。梅尾さんはこの会社の人間なんですよね。イエス、秘書をやらせていたよ。しかし、まさかあんなことをしでかしてくれるとはね。あんなことって盗聴ですか。 Yes, I do! もちろんそうだよ。
確かにこの会社は情報を集めるのが仕事さ。でも盗聴なんてそんな卑劣なことはネバー決してしないのさ。どうやら梅尾さんを見捨てるつもりらしいな。ふん。事件のあった夜、事件があった夜はホテルの梅屋さんの部屋に。さあ、つまらないことは忘れることにしてるんだ。好きな言葉はどんまいどんまいでね。いや、でも小中さん、ホテルのボーイがあなたをはっきり覚えているんですよ。うん。Anyway、とにかく君に話すつもりはない。聞きたきゃ僕を証人台に立てることだ。ま、君風情ではちょっと無理な話だけどね。そういえば、なぜ検察側はこの男を証人として呼ばなかったんだ。松竹梅雄と同じものを見たはずなのに。警察、裁判所、そんなものはさ、おもちゃなんだよ、僕の。ね。わお。国家権力、しっかりしろ。コナカルチャーってどんな会社なんですか？よくぞ聞いてくれたね。いろんな情報を売ったり買ったりする、そんな未来を先取りした会社なんだよ。情報を売る？この10年でここまで大きなビッグオフィスに育てたんだ。あ、ちなみにコナカルチャーってのはコナカとカルチャーを引っ掛けてるんだよ。気がついたかい？ちょっとおしゃれだろ。僕のマイアイディアさ。いや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 、誰でもすぐ気づくわ。コンマ何秒でわかるぐらいのレベルだわ。絵のこと、あの、ちょっと気になることが。あは、なんだい？そこの壁にかかっている大きな絵ですけど。ああ、いい絵ですね。見たことがある。いつ手に入れた？見たことがあるはなし。これはダメだ。うん。いい絵ですねと褒める。おだてることで、そうだろう、僕の審美眼、素晴らしいだろう。一目見た時から絶対手に入れようと思っていたんだ。そこで友人に譲ってもらったんだ、みたいなことまで喋ってくれたらいい感じなんだけど。いつ手に入れたんですかっていう時期も確かに知りたいんだよ。時期も知りたい。確かにこの裁判中だもん。たった1日の出来事だよね。でも時間聞いてどうする？それだな、時間聞いてどうする？俺は今時間について何かネタ持ってる？例えばこれがつい昨日や、例えば今日とか、今日手に入れた。時間を聞いても、大先生とのタイミングが合ってますね、という思うだけで、大先生から彼が手に入れたっていうことに、つながるかどうかだから、会話が広がるかどうかだけなんだよ。いつ手に入れたはちょっと、あ、どうだろう。ちょっとなんか変かな、不自然かな、突然すぎるな。そうだよね。いつっていうのは何かしら思い当たる節があって、ここにはなかったものをいつか手に入れてここに置いたんですよねっていう含みがなくもない。そういうのがあるっていうのを見透かされる可能性はあるな。初めて来た事務所なのに、これが別の場所にあったことを知っているかのような口ぶりは、こいつはなんか探り入れてんなってバレる可能性はあるんだよな。で、聞き方だよね。
これいつ手に入れたんですか、これいつ買われたんですかとか、いつ手に買われたんですかだとまだあれだけど、手に入れたんですかっていう聞き方は明らかに、明らかちょっとなんかバレバレなんだよな。言い方がちょっとやだな。初めて人の家を訪ねて綺麗な絵が飾ってあった時に、わ綺麗な絵ですねって、いつ手に入れたんですかって聞く、そんな不自然なことある？これどうされたんですかって聞くよね。だからいつとは言及しないけど、どうされたんですか、これのこれは何ですかみたいな、そのぼやけた言い方をするじゃない、多分。それが手に入れたものなのか、自分で書いたものなのか、もらったものなのか、わからない、そういう曖昧な言い方。そういう意味ではいい絵ですねにしたいかな。いや弱いかなとは思う、弱いかなとは思いつつも、いつは言い過ぎのような気がして、どうしようかな。いつっていうのは情報なんだよね。彼は情報のプロだから、情報に関してはちょっと態度を固くするかもしれん。いつ？それが何か関係あるんかいみたいな。いい絵ですねという、行こう。はい、いい絵ですね、素晴らしい絵ですね。だろう？ええ。僕はこんな会話をしたかったのだろうか。ええ？あ、お、選べる選べる。よかったよかった。もう、もう、もう、やめてよ。びっくりしたんだよ。あの、ちょっと気になることが。なんだい？そこの壁にかかっている大きな絵ですけど、もういつ手に入れた？見たことがあるが一番いいのかな。いやちょっと待って、それは最後だ。本当にこれでダメだったらそれしかない。その絵いつ手に入れたんですか？いつだったかな、忘れちゃったよ。僕はその絵を見たことがあるんです、しかも昨日。その絵がなぜ今日はここにあるんですか？結局聞くんかーい。ミスターなるほどだっけ？はい。君は自分の立場をわきまえていないね。君は一体何者だ？弁護士ですけど。しがない弁護士だ。くだらない存在なんだよ君は。あの星影弁護士のようにね。なんだって？うわっ！ぐっ！殴られた。どうだい、暴行罪で僕を訴えてみるかい？でもね、有罪になるのはなぜか君の方なんだよ。なんだと？いいか、ポリスや検事局は僕の言いなりなんだ。こいつ、さっきからそんなことを言っているが、一体なぜ？君ごときには理解できない世界だよ。君は星影のところから来たんだね。そうですけど。聞いてみたまえ、彼に。なぜこの絵がここにあるか。あのじいさんに教えてもらうといい。人間がどれだけ自分勝手に生きることができるかをね。Go home。 帰んな。もう話すことはない。わお、ここは素直に行こう。突きつけるなんてことは何もないだろうな。聞く耳。ああ、写真なくなった、写真なくなった。耳持たんだろう。じゃあ
次回は星掛先生のところに行きたいと思います。きっとこの小中のことについてその一部始終を教えてくれるのかもしれないね。それを期待して次回の動画でお会いいたしましょう。以上、染谷でした。